はい、皆さんこんにちは。今は道の駅こもちにいます。本日はめちゃくちゃ寒いので、道の駅あがつま峡へ行って足湯にでも入りたいと思います。いやー、もう12月も半ばになってくる。寒い寒い。で、道の駅あがつま峡には無料で入れる足湯があるんですね。そこを目指したいと思います。あがつま峡を目指して国道353号線に乗りました。ここからまっすぐあがつまを目指していきたいと思います。温泉センター、センターもあるんだ。東吾妻。吾妻警察署。はい、到着です。道の駅あがつま峡です。ここですよ、ここには足湯があります。はい、到着。あー寒い。そんなわけであがつま峡に到着しました。さて、じゃあ足湯に向かって行ってみたいと思います。ここはバイク駐車場、ちゃんとバイク駐車場が完備されてますね。で、道の駅あがつま峡には温泉があります。はい、ここで天狗の湯という温泉があります。温泉にも入ることはできます。で、天狗の湯を抜けていくとトイレがあって、その奥にあるドッグランがあります。ドッグランと売店があります。で、公園があって、左曲がると足湯がありますけど、あれで、うーわー、マジっすか。足湯がやってない。うお、ああ、冬季期間中につき閉鎖中。うお、ほほほということです。冬はやってないようです。ここまで来たのに。はい、そんなわけで皆さん、さよなら。マジか。あがつまの景色を見ながら帰ります。じゃあ、さよなら。